はい、どうもみなさん、こんにちは、武田でございます。昨日と一昨日動画上げてないじゃんって。違うんです、言い訳だよ、言い訳になりますけれども、動画の上げ方間違った。毎回7時にアップするように設定してるんですけど、できておらず、昨日の動画が出雲駅伝についてよしきさんと話す動画だったので、出雲駅伝終わっちゃった、終わっちゃったよ。編集して動画を上げれずしまいという、悔しい。切り替えていきましょう、すいません。ということで、本日もやっていきたいと思うんですけれども、愛媛国体やってますよね。愛媛国体も終盤に差し掛かって、僕の動画に出演してくださってる方々の活躍が著しくてですね、ジュリアンの400優勝であったり、はるちゃん、中野さんの、高飛びの優勝であったり、今回ちょっとすごかったのが、ゆめちゃん、北村ゆめちゃん、TKD プロジェクトのアイドルになっております、もう。もうアイドルだよあなた、大丈夫、ゆめちゃん、ゆめちゃんがなんと800優勝はね、まあ当たり前って言ったらおかしいけど強すぎるよね、もう今季負けなしで優勝し、かつ400でも1位を取ってしまうっていう、そんぐらいの実力はありますけれども、800終わった後の400でしっかり優勝しちゃうっていう、お前は何者だ、お前って言っちゃったけどごめんね、ゆめちゃん。っていうことでね、国内負けなしと、専門種目で負けなしのゆめちゃんにちょっとね、ツイッターではもう告知してあるんですけれども、挑戦状をちょっと送ってみようかなと思いまして、ということで早速ゆめちゃんに電話して挑戦状を送っていきたいと思うんですけれども、まあね、 800m は2億%勝てない、 400m は5000%勝てない、いや53秒絶対出ないな、1億%勝てない、なら 300m ぐらいだったらなんとかギリ戦えるんじゃないかって思って、今回ゆめちゃんにね挑戦状を送ってみたいと思います。では行きましょう。はい、それではね、ポッキーでも食べながらゆめちゃんに挑戦状を送っていきたいと思います。あ、もしもし、もしもし、はい、あー、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様でした。あー、ヒヒがね、相変わらずね。いや本当に、ごめん、ごめん、お忙しい中お電話ありがとうございます、本当にすいませんね、いつもいつもお付き合いいただいて、本当申し訳ない。いやー、本当優勝おめでとうございました。ありがとうございました。いやすごいね、はい、今回、あれじゃん、やりましたね、やっちゃったね、800のみならず400も、はい、すごいね。しかも何、何秒ぐらいベストしたのあれって。400は2秒近くです、うん、2秒って何、400、2秒ってさもうすごくない、本当に。でも待って、それ本当2秒、でも記録が出てなかっただけか。あ、全然走ってなかっただけです。うん、でもすごいわ。53秒71だっけ。71です。はい、そこはちゃんと覚えてるから。優勝タイムが2分3秒7とか8ぐらい。自分も覚えてない。ふざけんなお前、本当に覚えてない。マジかよ、ちょっと本気で笑っちゃった今。いやでも本当はあれだね、800、2日走ってその後400、1日2本でで、ハードスケジュールの中入館ってね。だってさ、知ってる、400と800ってその筋力的にとても陸上界できついとされてる種目って知ってた、あなた。なんか格闘競技みたいなのは。ああ、格闘競技でもあるよね、いろんな意味で。うん、3日間本気で格闘競技やってたんだよ。大丈夫その体で。戦ってたみたいです。戦ってたみたい。格闘競技お疲れ様でした。いや本当にね、前回でもさ、めっちゃハードスケジュールで、国体でもめっちゃハードスケジュールだったから、怪我したら怒るわよ私。わかりました。わかった。はい、うん、もう終わり、あれ今シーズンって日本選手権リレーが、はーい、って言ったら参るか、じゃあやっぱり。そうです、全日本から優勝した流れでまた1位、ね、はい、獲得していて、して、して、していていただければと思うぜ。頑張るぜ。あれだね、ゆめちゃんあれだよ、完全にこの動画出演率が多いからもう慣れてきてる。優勝インタビューしていい、優勝インタビュー。はいはい、今回優勝されましたけどいかがだったでしょうか。言ってたじゃん、1分台はいけそうですねって。そうですね、うん、でも400のフラットで53出たんで、うん、満足狙えなくはないなって感じですね。
はい、やドン引きしてるからね俺言っとくけど、いい意味で本当にツイッターで怒ったじゃん俺何してんのって確かになんか言ってた気が言ってた気がするじゃないよ。いやでも本当におめでとうございます。ありがとうございます、はい、というかさ俺普通に動画の趣旨を忘れてて今、はい、俺さツイッターで見てくれたと思うんだけど、はい、こうシーズンオフになるからこうゆめちゃんもちょっと時間できてくると思うのね。はい、シーズン中にこう一緒に走るなんて俺は口が裂けても言えなかったから国内無敗とゆめちゃん、はい、ということでぜひね 800m は2兆パーセント勝てないじゃん。はい、はいじゃないよ、多分よしきさんと俺2人がかりで多分いい勝負するぐらい本当に俺460で入れるか分かんないもん今やばい、うるせえよ。400も53ではもう到底無理なので、はい、間をとって300あたりだったらいや勝てないから無理かな。ちなみに300のベストっていくつか分かる、ゆめちゃん。300のベストは練習で測って、うんうん、378ぐらいですかね現役でもたまに出しちゃうんだけどそれ俺ダメだ。皆さん300って僕さっき動画で言ってたんですけどちょっと25に変えてもらおうかな。ちょっとでも400と800の間って言ったら600ですよ、うん、違うそっちの間じゃない、ゆめちゃんの戦えるところと俺の戦えるところの間だって。100は絶対負けないじゃん俺さすがに。はいもちろん、うん、25と25は25は、うん、あんまやんないで分かんないです。ほら、ね、分かんない。ここで一つ武田と25勝負なんていかがでしょうか25勝負ですか、うん、いきましょう。おーっと来ました皆さん25で大丈夫25で大丈夫です、うん、いいよ別に300でもハンデで逆にいいんですかうるさい、すいませんすいませんでした、25でお願いします。ちょっと挑戦状無事ね受理されたので皆さんこれ25を今度ゆめちゃんと僕の時間があれば25勝負していきたいと思います。じゃあそれは覚えててね。はいはい、まあ受理されたということでこのなんか覚えてるでちょっと思い出したんだけど、はい、なんかさ前回の時さ動画でも言ってくれたけどさゆめちゃん優勝したら俺さポッキーあげるってツイッターでやり取りしたじゃん。はい、うん、で俺それ見事忘れると。はいねえ、まあ、この国体行く時か、はい、日体行く時か分かんないけど、はい、会った時じゃポッキー持ってるからそれで許してって、はい、いう話だじゃん。はい、結局今回もてかさっきから何食べてるんですかポッキー。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会にさようなら。あ、こっちだ。OK。ポッキーでもそこまで好きじゃないでしょ、実は。